大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。大チャンネル動画配信300回記念。今日これから三重県の伊勢神宮参りに行ってきまーす。三重県ってどんなイメージでしょうか。例えば四日市、津、桑名、ハマグリが有名ですね。松阪城、松阪牛ですかね。鳥羽は鳥羽一郎さんのふるさとですね。そして伊勢神宮、素晴らしい三重県を今から少し時間をかけて歩いてみたいと思います。実は僕の CD が全国で一番売れるお店、それは三重県にあるんですね。三重県の松阪の村井垣さん、今日はこの村井垣さんに迎えに来ていただきながら一緒に旅ができると思います。いろいろ行ってまいります。では行ってきます。松阪駅に到着しました。今村井垣さんのお二人が迎えに来てくれました。ご紹介します。よろしくお願いします。村井垣家のお二人です。門波慎さん、そして西子さんです。どうぞ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。これから三重県をちょっと案内してもらおうと思ってますが、いろいろお世話になります。よろしくです。ありがとうございます。イエーイ。はい、じゃあすみません、よろしくお願いします。ぐるっと回るというか、そうですね、お願いします。街ながら商店街に入ってきたら、もういきなりこの松阪牛ですよ。松阪牛のお店ね、たくさん並んでいます。すごいな。ここが松阪牛の有名な和田金さんですね。老舗の素敵なお店です。牛銀本店ですね。さあ、お店に到着です。ビスクイン村井垣さん、やんがい北川大輔のしっかりね、お店にいっぱい飾ってもらってます。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとお店行ってきます。ほら、もう大ちゃんいっぱいいますよ。ありがとうございます。よいしょ。改めてご紹介します。村井垣家の門波さんご夫妻です。どうもお世話になります。今日はよろしくお願いします。お願いします。こちらのお店、松坂の駅から歩いて5分ぐらいのところで、便利なところですね。駐車場もあって。そうですね、こちらのお店になってから何年になりますか。ここうちのお店になってから10年ぐらいですね。10年ですね。もともとはもう奥様の紗友子さんはもう学生時代のアルバイトからずっとレコード屋さんにお勤めで、もう40年のこの業界のベテランでいらっしゃるし、でご主人の慎二さんは楽器の修理とかをやっていて、同じ、職場で結婚されてということで、ちょっと10年前に結婚式の披露宴なさいましたけど、北川大輔が実は司会をして盛り上がりましたよね。あれね。そうですね。もう楽しい思い出もありますが、今日はお世話になりますが、とにかく北川大輔のいろんなこういうポスターをたくさんね、大事に飾っていただいているので、すごく嬉しいです。さあ、もともとのこのお二人との出会いは、自分は慎さんなんですよね。そうですね。慎さんが津の市民会館に北川大輔がゲストで、カラオケ大会のゲストで呼んでいただいたのがお前だけなのさ。もう21年前になります。相手の女性の歌手の方のとこに、ご挨拶というかね、はい、そういうのでちょっと知ってたもんで、ご挨拶にお伺いしたら、はい、たまたま、はい、北川さんっていう歌手の方なんやけど知ってるか、はい、みたいな形でね、その相手の方に聞かれたぐらいの状況の中だったんですね。どうでした、初めての第一印象。いや、びっくりというか、今までの歌手の、演歌の歌手の方にはない雰囲気でしたね、はい、普通はね、もう皆さん歌手の方っていうのも歌う、ちょっと喋って歌うという感じですけども、ね、はい、大ちゃんの場合は歌うというか、劇というかですね。あの時ちょっと裕次郎さんの赤いハンカチが、ね、そう、赤いハンカチがすごい衝撃的。ポケットからピストル出して撃つよ、ね、はい、いいネタをやってたんで。ああいうことをする演歌歌謡の歌手の方っていうのは、もちろん今もないですけど、当時はもうすごい衝撃的っていうか、なかったんで、はい、びっくりしましたね。それからですよね、もう20年お付き合いさせていただいて。ありがとうございます。いいえ、今日はこれから三重県をちょっと案内させていただこうと、全部はもちろん回れないんですけど、はい、でもせっかくこの松阪なので、松阪の市内から始まって、あとは伊勢神宮とか鳥羽とか下の方にちょっと南下した状態で、本当は上がね、もう鈴鹿のサーキットがあるとか、桑名、ね、のハマグリとか、はい、もう四日市だとか、もういいとこつとかね、もうもちろんいっぱいあるんですけど、今日はこの三重県の下の南の方をね、ぐるっと車乗せていただきながら案内していただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。イエーイ。松阪というと、実は安倍晋三さんの出身地じゃないですか。見てください。ここです。安倍小間物店って書いてありますよね。ここが
安倍晋三さんの実家なんですね。もう真っ逆な駅から歩いて 2,3 分のところでしょうかね。これが財閥三井家の発祥の地なんですね。真っ逆から始まったんですね。松阪城跡に来ました。残念ながらお城はもう残っていないんですけれども、石垣が今も健在です。立派な石垣ですね。絶壁断崖という感じでしょうかね。敵に攻められないようにしっかり作ったんでしょう。ここは城址公園になっていて、春になると桜が綺麗でお花見なんでもできるんですね。松阪の市民から愛されている、そんな素敵な松阪城城跡なんですね。以上です。伊勢堂に入ります。伊勢堂を走っています。伊勢市まで30分、鳥羽市まで1時間でしょうかね。今から鳥羽の港の方に行きながら伊勢神宮のお参りをしていきたいと思いますが、真っ坂の坂っていうのは土辺じゃなくて小里なんですよね。そうそうそうなんですよ、はい、大阪と一緒ですよね。あ、そうですね、まあ、歴史の中でそういう漢字を使ったんでしょうね、きっとね。今日はいい天気です。安全運転でお願いします。了解です。ここが鳥羽池です。鳥羽というとやっぱ真珠ですよね。この三木本真珠、ここが鳥羽なんですね。鳥羽の港に来ました。漁船が行ったり、そして目の前には伊勢湾フェリーですね。大きな港です。鳥羽と言いますと鳥羽一郎さん、山川豊さんのふるさとですよね。これは伊勢海老の漁獲が盛んなところです。まあ伊勢ですから伊勢海老なんですよね。あと島に行くと真珠が盛んで、三木本なんていうブランドはこの伊勢志摩なんですね。ここにはスペイン村であるとかいろんな観光もたくさんあるんですが、ここで一曲歌いたいと思います。鳥羽一郎さん、兄弟船。波の谷間に命の花が二つ並んで咲いている。兄弟船は親父の形見、肩は古いがしけには強い、俺と兄貴のよ夢のゆりかごさ。ここがあの有名な鳥羽水族館ですね。鳥羽は港、素敵なところです。風が足元通り過ぎてゆく、久しぶりだねと照れて笑い合って、アメリカ橋のたもとふと通うぬくもり、やるせない恋埋めた町、角部屋の明かり、石畳思い出続く、いつかいつか帰らない青春。山川豊さん、アメリカ橋、歌いました。神宮にたどり着きました。伊勢神宮内宮の前になります。目の前には有名な大鳥、そして丸木橋がありますね。ちょっと左見てください。あそこがおかげ横丁、後で行きたいと思いますが、赤福のお店がありますね。後で食べたいなと思ってます。では今からお伊勢回り行ってまいります。すごい綺麗に整備されていますね。おごそかな雰囲気ですね。伊勢神宮は本当広いですね。もう敷地を内宮から外宮まで行くまでの間にここ多分30分以上かかるかもしれないですね。今から行ってみたいと思います。いいです。すごい綺麗に整備されてて、
素晴らしいでしょ。綺麗、ね、素晴らしいですよね。今から行ってきます。手を洗いに来たんですが、見てください、試着がないんですよ。まあ、コロナ対策ということで、残念ながら手が触れる場所を減らしたいということなんでしょうかね。ですから今日は手を洗うんですけど、エアー手洗いということでさせてください。まずは尺を取りました。そしてここから水を引き切ります。まずは左手を洗います。そして持ち替えて右手を洗います。そして最後は手のところをふーっと洗っておきます。綺麗になりました。見てください、こうやって、ね、歴史を感じる社がですね、いい雰囲気ですね。まあここは特別な神宮ですもんね。いいでしょう、雰囲気もね、まあ、ものすごい敷地が広くて、今ここまで10分ぐらい歩いてきたんですけど、まだこれからさらに。いや本当気持ちがいいですね。今日来れてよかったです。すごいですね。いよいよ入り口の奥にまで来ましたけど、じゃあすみません、お付き合いいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。気持ちがいいですよね。そうですね。空気美味しくてね、はい、最高ですね。最高です。さあ行きましょう。本殿の前に来ました。素晴らしいでしょこの雰囲気。かやぶきわらびきのね屋根があって、今から参拝して行きたいと思うんですけど、見てください。ここから先は撮影禁止ということになっちゃってるので、まあ遠目で今下からねちょっと撮ってもらいたいと思いますけど、では行ってまいります。気持ちよかったっす。無事に参拝してまいりました。なんかあの手を合わせた瞬間に空気の香りが違って、なんか心が洗われました。あー来てよかった。念願のお伊勢参りということで来させていただきました。よかった、無事に参拝を終わりました。気持ちよかったです。おかげ横丁行ってみたいと思います。石畳のいい雰囲気ですね。あーいいな。お伊勢参りをしてここでちょっと一服してとか、お土産を買ってとかね、はい、伊勢うどんとかありますね。あーすごいな。まあ赤福ですね。赤福のお店です。すごい綺麗な、いいですね。今こんな、2個入り今から食べたいと思います。かわいい、ごめんがいます。まあこの辺はね、こういう魚介類の海鮮丼とかありますね。タイラエビアのサイダー、サラキューステーキ、そうですね、確かにチンチン、ニンニクシャですね。お伊勢参りに来たので伊勢うどんね食べたいと思います。じゃあ行きましょう。あお腹すきましたね。うどん、こちらの店ですね。こちらの青い丼ぶりが椅子になりますね。こちらが浅間ですね。はい、ありがとうございます。マスコ見て、これこれナミさんだね。はい、はい、これもシンさん、すいません、自分これ、ね、いただきます。すごいですね、もう
色がね、かき混ぜてって言ってみましょう。タレの感じがすごい、ね、これが伊勢うどんなんですね。新さんの薄味っていう話で、こういう感じなんですか。でも濃いって書いてありましたね。美味しいですか。それも濃いですね。新さんは美味しいです。はい、仲いいから2人同じもの食べるんですね。人生初めて伊勢うどんいただきます。すごい太麺でね、もちもちでコシがある感じ、これすごいな。甘辛の醤油、うん、いいです。ごちそうさまでした。いや美味しかったです。もう身も心も満足して今日は帰ることができます。今日は伊勢、お伊勢参りということでね、三重県を案内してもらいましたけども楽しかったです。また来たいと思います。今日は最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。